こんにちは、リンダマンです。今日のテーマはお金を稼ぐのに大切なことについてお届けしていきたいと思います。私リンダマンは今世界中をねノマドに仕事しながら旅をし、経営コンサルタントを営みながら、月額1000円で学べるオンラインサロンライフハック研究所を主催しています。 SNS のフォロワー総数は12万人を超え、過去10万人以上にスピーチをしてきました。書籍自由人 3.0 は3万部を突破し、現在は海外学校建設ボランティアにも活動しています。詳しくは概要欄をご覧ください。今回の動画ではリクエストが多かったどうやったらお金が稼げるのかについてお話ししていきたいと思います。このライフハック TV では過去にも幸せになるための時給は〇〇円とか7つの収入源を確立していこう、こんな動画もお届けしていますので、ぜひ動画の方をチェックしていただき、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。先日こんなツイートをしました。お金を稼ぎたいならテクニックに走る前に法則を理解した方がいい。お金を稼ぐ人はあるものを提供している。それは価値である。稼いでる人は価値を与え、稼ぎ続けている人は価値を与え続けている。綺麗事じゃなくバリューを提供していこう。お金は集めるのではなく集まってきます。こんなツイートをしました。皆さんはお金を稼いでる人ってどんなイメージがありますか？なんかめっちゃ働いているとか、もう頭がズバ抜けていいみたいなね、そして決断力がある、こんなイメージがないですか？まあ実は小金持ちって言われるタイプはこうやってめちゃくちゃ働いてるみたいな人が多いんですが、まあ俗に言う大富豪や超お金持ちな方たちはテクニックではなく法則を理解して活用している人が多いんです。お金を稼ぐために大切な本当のことについて今日はお届けしていきたいと思います。例えば歌手でレディーガガさんという人がいますよね。レディーガガがこんな気持ちで歌ってると皆さん思いますか？いやー、1曲歌ったら100万円儲かるんだよね、そんな気持ちでレディーガガさん歌ってないと思いませんか？実は全然違うことを意識して歌っていると思うんです。それは人にどれだけ価値を提供するかってことに趣を置いて彼女は歌っていると思うんですよね。一曲歌ったら100万円儲かるとかではなく、私の最高のパフォーマンスで感動を届けたいんだ、きっと彼女はそんな気持ちで歌ってるんだと思います。ここからさらに大切な話をちょっとしていきたいと思うんですが、例えば金がありますよね。ゴールド、こう指輪にしたりアクセサリーにしたり、金があります。なぜ金は高いのにアルミは安いんでしょうか？金のことをちょっと調べてみたんですが、これまでね、金を採掘した量っていうのは大体18万トンぐらいだそうです。これはオリンピック公式用プールの 3.8 杯分、もう約オリンピックのプール4杯分ぐらいしか金が過去に取れなかったんですよね。そして今地中に埋蔵されているのが約5トンと言われていますので、あとプール1杯分ぐらいしか出てこないわけですよ。まあ、つまり合計でプール5杯分ぐらいの金しかないわけです。希少価値が高いので金は高くなります。で、逆に言うとアルミはたくさん取れるので、アルミを生成することができるので、アルミは価値が安い、つまり金額が低くなるということです。では一体どうやったら収入を高くしてお金を稼ぐことができるんでしょうか？答えは人に価値を与えるんです。そして価値を与えるってことは向こうからありがとうっていう言葉が返ってくると思うんですが、そのありがとうの対価としてお金がもらえるわけですよね。皆さんどうでしょうか？お金を稼ぐってことに抵抗を持っている人いるかもしれませんが、人に価値を与えてありがとうって言われることは悪いことじゃないですよね。でも日本人っていうのはどっかでお金は汚いって刷り込みをされている人が多いように見受けるんです。そしてたくさんの人に価値を与えて対価としてお金を稼ぎ、そのお金を世の中に使うんです。例えば皆さんが飲食店に行ったとしましょう。皆さんがその飲食店でお金を使うと、そのお金は例えば家賃に回ったりとか、生産者に回ったり、そして従業員の人件費に行ったりします。お金はこうやって還元されていくものなんです。金は天下の回り物という言葉がありますが、本当にお金ってこうやって地球上でぐるぐる回ってるわけですよね。たくさんの人に価値を与えて、そのありがとうの対価としてお金を稼ぎ、それを世の中のたくさんの人たちのために使っていきましょう。まあなんかいいホテルに泊まるのは贅沢だっていう人いますけど、いいホテルに泊まるとホスピタリティも素晴らしいですし、そこでもらえるオーラじゃないですけど、やっぱりイマジネーションも全然違うんです。例えばファミリーレストランで考える考え事と、ホテルのスイートルームで考えつくアイデアっていうのは全く違うわけですよね。これは贅沢ではなく、お金を投資することもできるってことなんです。そして個人的に僕が思う注意点があるんで、その話をしたいと思います。まあ若手の20歳前後ぐらいの子たちが
なんかこう自己啓発本を読みすぎてるのか分かりませんが、人間力とか価値を与えるみたいな話をしてる子たちを見ると、なんかちょっと嘘っぽいなって感じることがあるんです。もうそのマインドは素晴らしいことだと思いますよ。決して悪いことではありませんが、僕はあんまりこう若い時からこういうこと言ってる人で結果が出た人ってあんまり見たことが本当にないんですよね。もっともっと若い時は欲求をむき出しにして生きていっていいんじゃないかなって思うんです。その欲求をモチベーションにして頑張っていく中でですね、振り返ったら人間力はつけるものじゃなくついてきたものですよね。そしてその人間力がつくことによってたくさんの人に価値を提供できるようになっていくんです。ぜひね、綺麗事ばかりではなく、僕たちは目の前の目先のモチベーションもすごく大事だと思うんで、特に若い人はもっとね、目先の車が欲しいとかお金が欲しいとかおしゃれしたいとかモテたいとか、僕はそういう感情も大事だと思うんですよね。それを経た中で振り返ってみたら徐々に人間力がついていくし、結果たくさんの人に価値を与えられるような人になっていくんじゃないかなと思うんです。それでは最後に大切な話をまとめていきたいと思います。お金を持っている人はテクニックではなく法則を理解しているという話を冒頭にしました。なんかね、すごいマーケティングとかテクニックを持ってるんじゃないかと僕は思っていましたが、層が高ければ高くなるほど何かね、その感謝しなさいとか何かその非科学的な話が多かったりするんですよね。そしてレディーガガさんはお金のために歌ってないって話もしました。今はきっとガガさんは人をどれだけ感動させられるかってことに注力してるはずなんです。そんなお金のことを一切考えずにバリューを与えてるからこそ、彼女のところにお金がどんどん入ってくるわけですよね。もちろん心が豊かで裕福だからこそそういったことができるっていうのも一理あるでしょう。だからこそ僕たちはお金持ちではなく豊かな気持ちを手に入れるために経済力もつけていかなきゃいけないと思うんです。金は希少価値が高いから値段も高いんです。アルミは希少価値が低いから値段が低い。ということは僕たちも人として希少価値を上げていかなきゃいけないですよね。お金を稼ぐ方法は人に価値を与えることです。要は人を喜ばしてありがとうって言われることによって対価としてお金が集まってきます。そうやってね、お金を稼いでまた世の中に還元して循環させて地球が回っていくんです。そうやってたくさんの笑顔に携わってお金を稼ぎながらたくさん循環させていきましょう。次回の動画では具体的に僕たち人間がどうやって希少価値を上げればいいかについてお届けしていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録もしておいてください。そして若い人たちはもっと欲を出していいんだよって話もしました。人間力は後から振り返ったらついてくるもので、つけようと頑張ったわけじゃないんですよね。もっと一心不乱に目の前の欲求みたいなことも僕は大事な時期があると思うんで、若い人たちはぜひね、欲求をむき出しにして頑張っていきましょう。綺麗事ではなく、たくさんの人たちの笑顔に触れていきましょう。そしてたくさんの人に価値を与え、お金を稼ぎ、そのお金をまた世の中に循環させながら最高な人生にしていきましょう。僕は皆さんにお金持ちになってほしいって思ってるわけじゃないんです。なんかお金持ちって僕の周りでは孤独な人も実際たくさんいて、取られたくないって思って生きてる人もいっぱいいるわけです。お金持ちではなく僕はね、豊かになってほしいなと思うし、僕自身ももっと豊かに生きたいと思っています。これは金銭的なことだけではなく感情もそうですよね。豊かな気持ちを持って生きていくっていうことも僕の人生の中では大切な一つです。神様はきっとそんなあなたの一部始終の行動を見てるはずです。ぜひたくさんの人の役に立ってバリューを価値を与えて最高な人生にしていきましょう。いつもいいねコメントありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。そして下のコメントに皆さんから質問や意見をいただいたものは全てお答えしますので、お気軽にコメントしてみてください。それではまたお会いしましょう。